はい、というわけで聴いていただきました、聴いていただいた曲がシュガーブレッシングさんで星の歌ということでしたね。さてね、まあもうどこから話をしていいのかちょっとわからなくなっておりますが、メールの宛先はこちらになってますので、ぜひ何かありましたら連絡ください、よろしくお願いします。さてさて、明日ですよ、明日もう祇園です、祇園、祇園が、祇園がだから明日でしょ、23日でしょ、でワッショイが30日か、それで花火がいつだ、花火がもうその次の週か、それ確か花火の週、確か放送真っ最中で隣バンバンやってるんでね、多分見てくれる人はいないと思いますけどね、ね、しょうがないですよ、それはね、それは仕方のないことです。まあそこで放送したらって言われそうなんですけどね、え、花火見てて放送なるのかって話もありますし、あー綺麗だなーとかって言ってもバカばっかですからね、そんなこと言ってもね、ねえ、この敵屋さんは何があるんじゃない、このね、そんなこと言ってもね、美味しいもんなんですかとかって言ってもね、いろいろありますのでできませんけれども、まあとにかく明日、ここのね前ね、実はここのスタジオの前はなんだろう、去年もそうだったんですけど、その敵屋さんね、ロテーションの方、物売らないんですよね、この目の前、とても助かってはいるんですけど、嬉しいことですけどね、まあそんなこともありまして、まあどうなんでしょうね、嬉しいのか悲しいのか、まあちょっと私来れればいいんですけど、ちょっとね次の日、いつだっけ、24日の日ちょっとですね、市民の森の方でバーベキュー大会ということで、そちらの方に参加してきますので、ちょっとね来れるかどうかわからないんですけども、ね、そんなこと言っといてね、会社の方に忘れ物したので明日ちょっと仕事場に行きますがね、大変でございます。まあ本当にですね、いろんなことがあります。まあ上田市さんの方からね情報来るんですけどね、何をどうやって伝えていいのやら全然こっちもわからない状態でして、まあとにかく、なんだろう、ここだから明日からお盆までですよね、お盆の間まで本当に上田市のこの界隈、祇園わっしょい花火大会、あと宇野町の方でね、七夕イベント毎年やってますけど、それもやりますので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。なんだろう、七夕イベント今年も封鎖するのかな、ちょうどね今年のその七夕イベントが6、7だったのかな、ですか、その時にねちょっと私たちもちょっと会社の方で飲み会やってますんで、まあ別に何があるかってわけじゃないんですけども、ちょっと今年は優雅にいろんなもの見れればいいかなと、去年確かねその七夕の時にちょうど放送あったので放送はしてましたけどね、本当にいろいろありますよ花火もね見たいですしね、最近そういえばちゃんとしてじゃないよちゃんと花火を見に行ったかっていう話ですとないですねいいのかそんなんでって言われそうなんですけど、本当ないですね、花火いつから行ってないんだろう、花火見に、やばい、完全に記憶ないぞ、やばいな、花火見に行ってません、ここんとこ弱ったものです、花火ね、でまあ最後また途中でね時間になりましたらかけますけど、チャイルドフットの花火ちょっとかけますね、後でね。さてここからなんですけど、まだまだイベントごと絶対ね言わなきゃいけないことがあります。ちょっとねスタジオの前に貼ってあるこちら、ちょっと色あせ始めましたけども、7月31日皆さんお暇でしたら、お暇というか時間を作ってぜひ来てください、もう噛みまくりですね今日、7月31日なんですけども、午後1時30分からスタートするんですけれども、第29回上田平和音楽祭、こちら開催されますね、誰が出るのって話ですけども、この3人言ってますけども、まずヒルクライムさん、星千尋さん、湯沢佳代子さん、もろはさん、
あと上田平和音楽祭特別合唱団などということになっております。あのね、チケットの方なんですけども、 E プラスさんでも発売されてはいるんですけども、もしこの番組見て行きたいと思ってそこなら、こちらまでメールください。こちらまで連絡ください。チケットを数枚であれば私、取り置きしておきますので、ぜひライブ見に来たい方、7月31日第29回上田平和音楽祭、ぜひ見に来てください。ちゃんと前売りの2000円で、一般の方発売します。学生の方は1000円、小学生以下は無料です。だから小学生のね、お子さんと一緒に来る方はあなただけで OK です。けど小学生だけで来るのはちょっとご勘弁くださいということになっております。もうね、これね、まあ、ヒルクライムさんって言えばね、大体皆さん名前は聞いたことあるじゃないですか。で、あと湯沢佳代子さんもね、今 FM 長野で、明日の昼かな、昼にラジオの FM 長野さんの方からやってる番組もありますんで、こちら聞いていただければどんな人か分かると思うんですけど、あのね、このもろはさん、少し千尋さんは絵を描く方ね、もろはさんすごいですよ本当に。何がすごいかって、ちょっとね、ちょっと今日仲介人得てなんですけど、もろはさんと連絡をちょっとつけていただいたんですけども、今年すごいですよ、フジロックにも出る、であとなんだっけ、サマソニーも出るの確か。だからすごいらしいんですよ今年。で、実はその間に、そのフェスとフェスの間に上田に来てくれる、こんなことないですよ。もう次いつ会えるかって全く分かってません。ちなみに上田の染谷高校だったかな、染谷高校でユニットを組んだ2人だという話ですけれども、ある地域によってはですね、そのこれと同じチラシね、チラシがですね、あさっての信濃毎日新聞さんに織り込まれるはずです。一定の地域ですけどね、一部の地域ですけど、もうね、本当に来ていただきたいと思います。それもね、だからこれだけのラインナップで2000円で見れるっていうことはね、なかなかないです。見れないですからね、普通ね、2000円では。うん、お得です。まあね、そんなこともありまして、ぜひ来ていただきたいと思います。もしね、急遽来れる方、当日券もあります。当日券2500円、一般ね、学生の方は1500円になっておりますので、ぜひ当日でも構いません、ぜひ来ていただきたいと思います。イエーイ外の方で楽しく遊んでおります、皆さん、イエーイもうね、サテライトスタジオなんで、もうね、完全に、ね、動物園なんですよここもうね、そんなことでガイガイ、外もワイワイガイガイやっておりますが、まあそれが一番楽しいのでね、私そんな形でやらせていただいておりますが、そうそう、この音楽祭もう行っちゃっていいのかな。歌はね、確かに今言いましたけど、ヒルクライムさんと、あとモロハさんと湯沢佳代子さんが歌を歌うと、あと少年、上田平和音楽祭特別合唱団が歌うんですけども、その他ですね、なんか小千尋さんはね、何をするのかって話ですけども、ヒルクライムが歌ってる、後ろで絵を40分の間で描くそうです。40分の間で描いてくれるそうです。どんな絵になるのか誰も分かってませんし、どうなるかも分かりませんけども、そういうところも楽しみの一つだということで、お楽しみにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。本当に外の方がね、騒がしくて楽しいんですけども、まあね、この時期ですから皆さんね、お酒を飲んでバカ騒ぎするのは素晴らしいことですんで、その飲酒運転だけはしないでくださいね皆さん。飲酒運転だけはね、よろしくお願いします。いやー、本当にびっくりしましたということでですね、そういうことでイベント情報的なことはそちらで全てこれで終わりになるのかな、なりますね。さて、ここからなんですけども、ここからはですね、
新聞読んでみようぜということで、まあ一応仮タイトルですけどね。今週週刊いろいろと新聞見てきました。ですがですね、ちょっと長くなるかな。昨日の朝刊、昨日の信濃毎日新聞さんの朝刊、とても気になりました。半分別のコーナーになっちゃうかもしれませんけれども、ちょっとここからちょっと1回ね、8分ないな、ちょっとだけ5分ぐらいかな、ちょっと話をさせていただきたいと思うんですけれども、昨日の、信濃毎日新聞朝刊の33面のところにですね、 J リーグ放送権じゃなくてその隣にあったんですけれども、カシオペアが9月に信州へっていうね、あのカシオペアがですよ、信州に来るという話もここに書いてありまして、まあ、北陸新幹線開業に伴い廃止された寝台特急カシオペアの客車を使ったツアー専用列車を9月初めて信州を目的に運行すると発表したと、ね、3泊4日で日程は費用1人30万から50万、利用客は上田を発着にと、出発点ね、発着点に松本、小バス停、長野の各駅に停車し、松本市など上高地など周辺の観光地をバスで遊園するとね。なんですけどねえ、で日程も書いてあるんですよ。9月7日に上野駅を出発し、車中泊が2泊ホテルに1泊する、最終日は、山梨県の小淵沢駅に停車し、周辺を観光し上野駅戻るとね、書いてあるでしょ。こうやっていろいろ書いてあるんですけど、カシオペアが来ることは個人的に素敵なことだし、昔ね、あのトワイライトエクスプレスも長野に入ってきましたからいいんですけど、長野県民には何のメリットもないっていうね、だって松本、小バス停、長野停車でしょ、上高地でしょ、行こうと思えばポッと行ける範囲ですよ。まあ確かにね、車内泊が2泊あるっていうのは素敵ですよ、それは確かに。けどこれこれあくまでも多分どこかの駅のホームに停車しながら止まるってことだと思うんですよ。そうじゃないと思うんですよ、寝台特急って。なんかちょっと履き違えてるよなって思いながらですね、見てきたんですけども、確かね8月だったか8月末だかにね、上野を出て函館までカシオペアで行って、帰りは新幹線で帰ってくるツアーがあるらしいんですよ。いくらあるかかかるか知りませんけど、一応ね申し込みはしようと思ってます。そろそろ行ってこようかなと思ってるんですけど、ないって言われたら大笑いなんですけど、いくらかかるかも値段も知りませんけどもね、分かんないですけど、とりあえず行ってみようかなと思ってます。勝負ですけど、これは一度ね乗ってみたいんですよね、寝台特急ってやつ。寝台9個は乗りましたどっちだっけ、寝台のね妙高かな、妙高がまだね、あれなんだっけ、客車だった頃乗りました確か。あれもね、本当に困りましたよ本当に。けどあれね、確かね妙高ね、今でも忘れないんですけど、最後に乗った時はもう 4%9 だったのかな、489系の白山色みたいなやつだったんですけど、あれで乗った時が最後だったかな確か。だけどね11時58分発なんですよ上野で。乗って上田に着くのが確か4時10分だから12分ぐらいだったんですよ。そんな電車に乗りまして、トクトクとですね、東京行ってライブを見てた大バカ者でした。そんなこともありましたね。じゃあちょっとですね、ここで気分転換に新聞読もうでのコーナーを終わりにしてですね、こちらの
次の曲を聴いていただきたいと思うんですけども、チャイルドフットの花火という曲です。こちらですね、軽井沢ラブソングアワード2007のグランプリ受賞曲です。そんな曲も私知っておりますが、ぜひ皆さんに聴いていただきたいと思う曲なので聴いてください。それではどうぞ。手をつないで